ご指名により誠に僭越ではございますが、一言ご挨拶を述べさせていただきます。二人とも、ご両家ご親族の皆様、本日は誠におめでとうございます。ただいまご紹介に預かりました友人代表の佐伯と申します。神父とは同じ部活動だったこともあり、多くの大切な時間をずっと一緒に過ごしました。神父はキャプテンで、私は副キャプテンとして全国大会を目指して毎日練習しました。あの時の記憶は今でも私にとって大切な思い出です。本番になると緊張してしまい、思うようにプレーできなかった私をいつも支えてくれて、個人練習やチームでの居場所を作ってくれたのも彼女でした。そんな彼女のことが私は大好きです。今こうして多くの方の前で話しているのもとても緊張してしまっていて、すいません。なかなかうまく自分の言葉で伝えたいと思っているのですが、結婚の報告を聞いたとき、とても驚きました。キャプテンが結婚か、と。困ったとき、いつも私を支えてくれた彼女が結婚。自分のことのように嬉しくなりました。二人で末永く幸せな家庭を作ってください。きっと大丈夫です。でももし困ったことがあったら、いつでも私がいることを忘れないでください。末永くお幸せに。本日は誠におめでとうございます。